ヤガミ、だいぶ様になってきたみてえじゃねえか。だろ？そろそろどうだ、押し切りとのスパーリング。バカ野郎、まだ早い。今の貴様じゃボコボコにされるだけだ。なら誰でもいい、強えやつとやらせてくれ。雑魚の相手ばかりじゃつまらねえんだ。相変わらず鼻っ柱の強え野郎だ。貴様は一度身の程をわきまえた方が良さそうだな。俺だけ。てめえが噂の新入りか。こいつは鬼岳学八海戦のプロ。仇に見えないが。仇だぜ今はな。道場会が解散しとる。それでうちに転がり込んできやがった。前科者でも腕っぷしさえあれば食っていける。チャンプになれば贅沢もできる。それがこの世界のいいところだぜ。俺は登場界の鉄砲玉やってた。はじきとドスが俺の相棒だった。だが今はこいつが相棒だ。こいつがお前の血を吸いたがってる。ヤガミ、リングに上がれ。やり合おうぜ。ああ、手加減はいらねえ。本気で来い。ヤガミ、準備ができたら声かける。待っとってみよう。
あんたやるじゃねえか。あんたのパンチドスよりよっぽど響いたぜ。ふん、そうか。鬼だけ貴様、素人相手に何を隠すってやがんだ。貴様もうすぐ10回戦だぞ、分かってんのか。これ素人だと。ヤガミは強いぜ。俺は負けたこと恥ずかしいとは思わねえ。恥ずかしくねえだと。この恥知らずが、貴様なんかやめちまえ、この根性なしが。んだとてめえ、俺らの払う会費とファイトマネーで食っていけてんだろうか。うるせえバカ野郎、死ねえ。いてえよ。おや、あなたが最近噂の八神さんか。随分と楽しそうにスパーするんだね。あんたは？俺は元事務生の佐久間千鶴。今はオーストラリアを拠点に活動してる。オーストラリアで？ああ、久々にこっちに帰省してたら、ケンヤ君に喧嘩売った面白い新人がいるって聞いて見に来たんだ。リングネームランサー千鶴、東洋太平洋クルーザー級12。向こうじゃ随分と活躍してるそうじゃねえか。東洋太平洋のランカーなのか。すごいな。ランカーって言ってもベルトにはまだまだ届かない。俺の身長だとクルーザー級は減量が大変だね。ヘビー級に移らねえのか。あそこは重量無制限だからね。ちょっと厳しいな。階級上げてもパンチ力は持っていけないっていうかな。佐久間、貴様何しに来やがった。この裏切り者が二度とうちの敷居をまたぐなと言ったはずだ。裏切り者ですって。相変わらず古臭いこと言ってますね。そんなんじゃまたジムの子が愛想つかして出てっちゃいますよ。だと？佐久間って言ったよな。あんた強いんだよな。俺とスパーしないか。え？あなたと？でも階級が全然違うよね。あなたはせいぜいスーパーウェルター級かミドル級ってとこでしょ。でも俺はクルーザー級だ。体重の軽い男は重い男に勝てないってな、ボクシングの常識。下手したら死んじゃうよ。心配は無用だ。路上じゃあんたみたいにでかいやつともやり合ってきたからな。それもグローブもなし、凶器も金敵も何でもありの喧嘩でだ。ボクシングなめてると思うけどね。佐久間、ヤガミはまた押し切りとやり合うつもりらしいぜ。またケンヤ君とボコボコにやられたって聞いたけど。それでもやりてえらしい。まったく根性のある野郎だぜ。へえ、それは感心だ。ふん、いいよ、
そういうことなら俺が相手してあげるよ。八神、この裏切り者とやり合うつもりなら俺に声をかけな。セコンドくらいやってやるからよ。Yeah.
ストクローサーレミーサカユキあっぶねえ。君、やるね。佐久間、貴様までボクシング始めたばかりの素人に外国で遊び回ってやがったんだろ、バカ野郎。東洋太平洋欄間が聞いて飽きれるわ、この根性なしが。はあ、ほんとそればっかり。だけど、そうやって俺を罵倒するってことはまだ教え子だって思ってくれてるってことですかね。なわけあるかバカ野郎。素直じゃないんだから。先輩どうしたんですか。立ってくださいよ。俺より強いんでしょ。東洋太平洋ランキング入りしたんですよね。終わりだ、終わり。おい、何やってんだ。スパーリングだ、三木本。あの野郎、この前よりさらに上手くなってやがる。どういうことだ。会長、前にあんた、俺が押し切りとスパーした後に言いましたよね。お前なんか根性なしのヘナチョコだって。佐久間さんはあんたが手塩にかけて育てた一番弟子っすよね。それが見てください。情けねえ。ジムにろくに顔出さねえ俺なんかにボコボコにやられちまって。訂正してくださいよ、俺が根性なしのヘナチョコじゃないって。佐久間倒したくらいで図に乗るんじゃねえ。だったらあんたんとこのジムの連中、片っ端からスパーで叩きのめしてやるよ。片っ端からだ。バカ言ってんじゃねえぞ、鬼才が。貴様は剣屋にボコボコにやられただろうが。会長、前に言ったはずです。俺だってこの数ヶ月ぼーっとしてたわけじゃねえんだ。実践だ、実践で鍛えてきたんです。命がけの実践でね。八神、次貴様が相手してやる。俺が。ああ、こいつに身の程をわきまえさせてやる。喧嘩で鍛えた技術なんざボクシングの前には無力だ。喧嘩で鍛えた技術ね。八神って言ったな。会長がああ言ってんだ。やるよな。ああ、望むところだ。
さ攻めろ。な
な。こんなもんか。バカ野郎、素人に負けやがってサボってばかりいるからだ。貴様などやめてしまえ、根性なしが。違う、サボってたんじゃねえ。俺は実戦で鍛えてたんだ。外でチンピラ相手に喧嘩してただけだろうが。違う、ボクシングだ。俺はボクシングをやってたんだ。ボクシングだ、どういうことだ。剣舞会ですよ。剣舞会だと。貴様もあのクソ格闘大会に。貴様、なんであんなクソ格闘大会なんかに。押し切りに勝つためですよ。まあ、俺が出場した時はもうあいつは出場してなかったっすけどね。おい三木本、剣矢に勝つためってどういうことだ。俺はね、押し切りの幻と戦ってたんですよ、ずっとね。幻と。まさか貴様は剣矢が優勝した剣舞会で貴様も優勝するつもりだったのか。そうすりゃ剣矢の実力に迫れると思って。どうなんだバカ野郎。だって仕方がないでしょ、ジムじゃ押し切りとスパーなんてさせてくれないんですから。バカ野郎、剣舞会なんて何でもありのクソ大会だ。あんなもんでボクシングの腕が鍛えられるか。この感じ話が。強くなりてえならな、まっとうに練習しやがれ。練習しろですって今さら。あんた自分で言ったこと覚えてないんですか。え、あんた俺が押し切りにスパーでやられた時やめちまえって罵りましたよね。それが今さら練習しろだと。負けたくらいでメソメソして練習もできねえ根性なしなんか、やめちまえって意味だよ。そうかよ、だったらやめてやんよ今度こそな。おい待ってくれ。あの日剣矢君にやられた時、君が欲しかったのは罵倒の言葉なんかじゃなかった。会長からの励ましの言葉だった。そうなんだよな。励ましの言葉？佐久間、どういうことだ。剣矢君とスパーをしたあの日、三木本君は大事な試合を控えてたんだ。そんな時に彼は新人の剣矢君にボコボコにやられてしまった。辛かったと思う。自信を失ってしまってもおかしくない。それまで天才ともてはやされ負け知らずの男だったんだからね。事実スパーの後の三木本君はひどく落ち込んでた。声をかけるのもためられるほどにね。佐久間、貴様さっきから何を。ねえ会長、あなたはそんな三木本君に何て声をかけたか覚えてます。この根性なしがやめちまえ。そう罵倒したんですよ。しかも便箋まで用意して引退届を書けって三木本君に突きつけたでしょう。それは貴様わかりますよ、会長のことだから喝を入れたつもりだったんですよね。そういえば負けず嫌いの三木本君が悔しさにはがみして頑張ってくれると思ったんでしょ。だけどね、それであの子の心は折れちまったんです。剣矢君に負けたことも原因かもしれません。でもとどめを刺したのは会長、あなたなんです。そんなはずはねえ。ボクサーがなことで折れるはずが。俺もそうだったからわかるんですよ。だから俺はここを辞めたんだ。
もう二度と立ち上がれないかもしれない。自分はダメかもしれない、そう打ちひしがれていた時に、あなたは傷口に塩を塗り込むように口汚く罵って、しまいには市内で殴ってなあおい、そうだったのかよ三木本。貴様、俺はてっきり貴様が剣矢にボコボコにされたからだと。もうとてもいいっすよそんなこと。結局俺は中途半端だったんだ。ちっとも強くなんてなかったんだ。もう遅えんだよ。遅くねえよ。だってよ三木本、俺と戦ってる時のお前すげえ楽しそうだったぜ。何？あんな楽しそうにボクシングするやつがやめられるわけねえじゃねえか。俺が楽しんでたボクシングを。ああ、俺にはそう見えたぜ。それにお前すげえ強かったし、もっともっと練習したら押し切りにだって勝てるかもしれねえじゃねえか。それなのに今グローブを投げ出しちまっていいのかよ。少なくとも俺はお前ともう一度スパーをしたい。俺もお前とやり合ってて楽しかったからな。三木本。会長。その、トレーニング何から再開したらいいっすか。三木本、貴様やっぱり俺にはボクシングしかねえみてえです。だってさ、あいつの言う通り楽しかったんです。負けたってのにどうしようもなく楽しかったんです。三木本、俺のトレーニングは厳しい。甘やかすつもりは一切ねえぞ。いいな。はい、覚悟はできてます。